時期で電気を発生することができるので、そうですね、もうまさに例えばちょっと入れたやつしてこういう状態ですよね。うん、そうですね、おお、分かりやすい、分かりやすい、すごいですね。今本体のスイッチ入れましたと、はい、いきます。ついちゃったコードレス。実際この機械を、5台使って30分当てた場合にここまで持ってけますよっていう。おお、すごいですね。5台以上この機械を使えば30分で1回でサラサラまで持ってけるっていうのはデータとしては取れてます。なるほど。謎のホワイトルームからこんにちは。さてさて、今日の動画は磁力。私もですね、サイクルイオンを使って、ますます磁力について、興味が湧いている今日この頃でございます。磁気療法といえばですね、正木和美先生ですね。正木和美先生の YouTube もぜひご覧になってください。素晴らしいです。朗々と清々しい方ですね。大発明家の、Mリング、これはですね、すでに私のビジネスパートナー、方がですね、まさき先生のキット、正規品ではないんですけれども、レプリカの機械を、持っていて、私も体験させていただきました。これはすごいなと思っていたんですけれども、さらにさらにですね、交流磁気力の強い装置を体験してみました。今日はその動画を、最後までご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。まずどういう仕組みで磁気が発生して、それがどう作用するのかっていう、まあその説明なんですけど、これが磁気治療機械なんですね。で、まあ初期型からほとんど形は変わってないんですけど、実際これでホテル電源に電気を入れますと、これでもう通電した状態で磁気は発生されてるんです。交流電流、はい、まあ N 極と S 極ってあるんですけど、それを1秒間に、まあ関東だと 50Hz なんで、1秒間に50回交流させることで磁場を大きく発生させる。なるほど。で、実際こう触っていただくと、ああ、振動しますね。はい。だから基本的には何も、これ今この板の上なんで、うーんっていう感覚はあるかと思うんですけど、これ磁石のチップが入ってるんですけど、これを近づける。おお、分かりました。 N 極と S 極がこう入れ替えることで磁場が動くんですけど、これが体の中を通り抜ける。分かりますね。で、残ることはないので副作用はないんですね。ないですね。で、体を通っていくとどういう現象が起きるかっていうと、血管を拡張させる作用。なるほど。これが、大きくなってきまして、当然血管が広がると、血液の流れでよくなります。そうですね。それで血行改善をさせるっていう、そういう機械なんですよ。なるほど、なるほど。で、まあ、管理医療機器っていう通常の医療機器の中で、唯一、まあ、私のように医師勉強ない人間でも、血行改善させることができるっていうのが言えちゃう機械なんです。そうですね。管理医療機器ですね。はい、レベル2っていう。そう、レベル2になります。管理医療機器なんですけど、そうですね。ただですね、実際これもう40年、ぐらい前に、認可を取ったものなんですけど、まあ、当時の厚生省の時代に取っているもので、非常にハードルが高くてですね、実はこういう医療機器って今家庭用医療機器だと首から下しか使っちゃいけないんですね。ここから上って使えないんですよ、リスクも伴ってくる、唯一日本でこの機械だけはここから上も使える機械ではあるんです。もう一回繰り返しですけど、いつぐらいから許認可取ったんですか？80年ですね、1980年。80年です。厚生省の中で、審査を行って、最終的に大臣が認可を下ろしてくれる。承認品になるので、通常の認証品と比べると、本来は一つ上のランクになってるんで、後発でできてきてる磁気メーカーさんとか、まあ、電子容器のメーカーさんもあるんですけど、今の法律の中で、認可を取ってますので、ここから下しか使えないっていう。なるほど、ね。頭に使えるっていうのが唯一強みではあるんですね。なるほど。で、やっぱり人間ってやっぱり脳って一番大事なので、そうですね。要は、総監督みたいなものですから、ここが元気にならないと自分で自ら改善することはできないということと。確かに。
で、なんか血管を拡張させる作用、まあ、一酸化窒素を増やす作用があるので、はい、血管を拡張させて、うん、つい、先日ですかね、まあ、8月とか昨年学会で発表したものがあって、実は血管の、血管壁ですね、はい、壁、これの、柔軟性が、30分当たってると、25% 増す。やわらかくなる、はい、まあ、簡単に言うと血管年齢が高いと、そういう効果も得られるというのが、実は、埼玉大学を通して、それが、研究成果が出たんですね。なるほど。埼玉大学としては今共同研究を、はい、どんどん進めて、はい、医学的検証に持っていけるように、はい、持っていってるわけですね。そうですね、はいはいはい、まあ、今までは本当に自由診療の先生たちは、科目を問わずにですね、はい、いろんな、診療科目の先生たちが自由診療で使ってはくださってて、はい、まあ、人間の根本的な作用というのはやっぱり血流がいいこと、ね、毛細血管がちゃんと柔軟に動いてるというのが一番なの で、ね、はい、そこを重視してやっぱり基礎として使うという先生たちは多かったんですけど、はい、それが科学的に証明されるかどうかというのが一番問題な部分 で、 そ、 で、ね、それをどんどん今証明して国際学会で発表しているという、そういう、まあ、パイオニアって言ったらなんですけど、いや、まさにそうですね、はい、一番最初の、ね、そうですね、まあ、磁気治療って実は昔からいろんなものがあるんですよね、はい、オートバイの姉さん、片山さんとかも、はい、なんでかしら、うちの母は健康器具が好きで、はい、いろんなもの持ってるんだけど、磁気は昔からね、いろんな種類のものがあるんですけど、ね、ただこの交流によって、はい、プラスマイナスをこう入れ替えることによって、はい、よりなんていうんですかね、電子の活動が活発になる、はい、入っていく深さですね、深さが振動が同じですね、はい、例えば、よくあるこういう磁気ネックレスって、まあ、代表的なのはピッペンとかありますよね、はいはいはい、あれは永久磁石、ここに永久磁石がついてて、それを当てると、うん、その部分の血行が改善できるって、これも医療機器、はいはい、取れてるものなんですけど、はい、ただどうしても、磁極が固定されてる場合っていうのは、はい、流れてる、そこの流れてる血液に対して作用することができるんですけど、体調が悪いとか怪我をしてるとか、不調がある場合っていうのは血液の流れが悪くないっていうところなので、なるほど、それを交流させることで強制的に流すことができるんですよ。なるほど。交流で一番のね、はい、で予防と治療みたいな、そうですね、そういうイメージだと思っていただいて、もともと磁気って自然エネルギーじゃないですか、はい、地球って磁石ですし、はい、まあ、今は、北が、S 極になって、はい、下が N 極になって、はい、N から S、 南から北にこう磁場って流れてるんですね、はい、でその自然エネルギーをもともと用いたというところで体に非常に優しいと、はい、で人間以外にも、例えば鳥であったりとか、うん、まあ、普通動物であったりとか、うん、まあ、魚もそうですし、ね、うん、あと植物もそうなんですけど、地球上にあるものに関しては磁場って必ずいい影響をもたらすことができる。そうですね、逆に言うと崩壊してしまうと地球自体が消滅してしまったりとか、うん、生存できなくなったりとか、うん、N から S、 南から北にこう磁場ってこう流れてるんですね、はい、でその自然エネルギーをもともと用いたというところで体に非常に優しいと、はい、で人間以外にも、例えば鳥であったりとか、うん、まあ、普通に動物であったりとか、はい、まあ、魚もそうですしね、はい、あと植物もそうなんですけど、地球上にあるものに関しては磁場って必ずいい影響をもたらすことができる。そうですね、逆に言うと崩壊してしまうと地球自体が消滅してしまったりとか、うん、生存できなくなったりとか、うん、簡単に言うちょっとパワースポットみたいな。そうですよね、はい、自然の中に、非常に磁場が強いところって、実は活断層のところなんですよ、はいはいはい、で断層ってこうぶつかり合って拮抗した状態で、はい、まあ、いわゆるゼロ磁場って表現するんですけど、はい、実はゼロ磁場ではなくて、はい、非常に拮抗してパワーを上にグワーッと出てるところなんで、はい、そこに行くとあなんか肩こり良くなったとか、はい、目がスッキリしたとか、はい、気分が楽になるっていうのは、まあ、そういう強い磁場を浴びれるからなんですけど、はい、実際地球の磁場って 0.5 ガウスって言われてて非常に小さい、うん、でなおかつこの今入ってる磁気ですね、これを妨げるものって鉄なんですね、はいはい、鉄って通さないので、はい、そうするとこういう鉄筋の建物とか、うん、バスとか電車とか公共手段ってありますよね、はい、現代の生活鉄に囲まれてるので、その中に入ってしまうと磁場不足に陥りやすくなって、まあ、何に支障を来すかっていうと、一番言われてるのはやっぱり自律神経。そうですね、結構まあ多くの死亡者はやっぱり磁気治療器を作ってるメーカーってあるんですけど、
ぱり強さを出せる、うん、技術っていうのはないんですよ。だからこの鳴る音っていうのももう1センチ離れたのが鳴らなくなっちゃう、そうするとやっぱり深いところに入っていきづらいっていうのもあるし、そういうのはやっぱり効果に出てくるので、まあ、あとは数と使う1回に使う数とやる回数とか、はい、時間に全部比例してくるので、はい、やったらやっただけやっぱり効果はそうですよね、はい、期待できます。まあ、とにかく重要な点は全く無痛無害、副作用なしですよね。そうですね、うん、これはもう自然治癒の基本だと思ってます。かなりこれいろんなクリニックで扱われてますね。そうですね、こういう電磁波は体に悪いっていうのは、あ、なかなかちょっと、あ、丸山さんね、丸山さん今カタカムでやってるんじゃないYouTube いっぱい出てます、知ってません僕も、僕は、まあ、これは本当に 50Hz の周波数をそのまま使って電源を取って流してるだけなので、はい、別に変換して細かい周波数に変えてるわけでもないですし、ですから実際の消費電力といいますかね、電気代はほとんどかからない。そうですね、ものです、うん、だって時期で電気も発生することができるので、そうですね、もうまさに例えばショックウェーブやつしてる、こういう状態ですね。うん、そうですね、おお、わかりやすい、わかりやすい、はい、すごいですね。今本体の装置入れましたと、はい、よし、ついちゃったコードです。すごい、はい、数が多ければこの電磁力ですよ、ね、はい、力も強くなりますしね、理科の実験じゃないですけど、はい、これもありますよね。これかなりやっぱりこうパワフルですね。そうですね、これだけ強いのってやっぱないですし、そうですね、血液の中の、はい、画像なんですけど、これカップラーメン食べた5分後の血液です。なるほど、はい、ベテン化物とか、そういったものが入っていくと、うん、もうすぐに血液の状態って変わってきちゃうんですね、うん、そうですね、よくドロドロの血液っていう、はい、まあ赤血球同士が入ってきますね、実際この機械を、5台使って30分当てた場合にここまで持っていけますよっていう、うん、おお、すごいですね、はい、5台以上この機械を使えば30分で1回でサラサラまで持っていけるっていうのはデータとしては取れてます。なるほど、はい、やっぱり血液がサラサラでいい状態でないとどうしても、毛細血管で赤血球よりも、細い部分でもありますから、それが変形してこう赤血球って通っていくんですけど、くっついちゃってるとそれが変形できないので、中に入っていけなくなっちゃうと、そうすると毛細血管の先にある細胞に酸素とか養分が送れなくなってしまって、最終的には退化してしまうっていうのが毛細血管なので、はい、まあ、高速道路上に生活してるわけじゃないので、はい、必ず国道、県道、市道、はい、で、まあ、自分家の行く玄関までの道ですね、はい、そこまでちゃんと整備されてないといい生活は送れない、うん、単純な理屈なんですけどね、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと毛細血管見てみますか。あ、ぜひぜひ。すごいですよね、血流の流れが。はい、指を入れるやつです。そうです。はい、血液が綺麗で有名な患者さん。血液、最近ね、ダメなんですよ。あ、そうなんですか。野毛行ってからダメですよ。ないかな、あれなんですよ。もう、タバコも吸うし、お酒もたくさん飲まれるし、うんうん、こんな不摂生な生活してるのに、血液の流れがものすごくいいっていう、有名なんですよ。俺もね、そういう、僕もずっとそういう生活してあ、そうなんですか。だけど、血液いいんですよ、俺も。酒もやる、タバコもやる、遠藤さんが今、はい、残念ながらやってます。100倍の状態で、これは毛細血管の折り返し地点ですね、はい、ちょうど天川のところですね、爪が、はいはいはい、で、髪の毛の20分の1って言われる毛細血管ですよね、はい、これを300倍まで今ちょっと上げてみます、はい、うん、今流れてる毛細血管はっきり見えますね。流れてるのが分かりますよね、はいはいはい、素晴らしいですね。白血球が通ってるとか、うんうんうん、まあ理想は細く長く、うん、まっすぐ、はい、それはやっぱり健康的な、血管って言われてますけど、ね、なるほど、はい、僕もやりたいですけどいいですか。はい、むしろ引っ張る、はい、お願いです、はい、ですね、はい、あ、綺麗な血管しますね。僕の血管は結構いいんですよ、はい、これ今100倍ですね、はいはい、流れてんじゃないですか。いいですね、見てる見てる、すごい綺麗です、ね、すごい早いですよ流れも、はい、あれこれすごくいい、これいいですね、あんまりいいですねとか言っちゃいけないんですけど、ね、診断になっちゃうから、そうそうそう、
実際もうね。でまあでもこれは淡々と事実言うのはいいんですよ。はい、あの圧倒的に多いのはもうこんなぐちゃぐちゃ回っちゃってると。僕じゃないですか。はい、やってみようよ。あと見えないとか、ね。でも若いから広田さん。どうだろう。広田さんは問題ないでしょ。基礎体温低いとか冷え性の人だともう点点点しか見えないとか。あ、そうなの。要は折り返しっていうのは頭しか見えないっていうのは。本当に人によって全然違うんですよ。そうですね。あ、ちょっと歪んでるね、形が。ほら。歪んでません？血球ってそれをぶつかりながらこう通るんで、うん、ぶつかって曲がったのが戻んなくなってるんですよ、ね、うん。そうするとこう歪みが出たりする。なんでですか？ストレスで。あのね、血液の質があんまり良くないっていう場合もあるし。なるほど。はい。血管の壁の柔軟性がちょっと足りなくなってます。そうなんだ。だからこれはもう本当に変わっていくものなんで。今日はこの状態、今の状態がこういう状態です。なるほど、はい、これこの機械あんまり使ってないんじゃないですか、広瀬さん。あんまり僕だってた持ってないですもん。あら、あら、高いからすぐ買わないと。すぐ、もうシンガポールのサロンシンガポール行かないとずっといないです。ずっといないと。でも流れがちゃんと見えてるんでね。うん、流れでいいですけどね。多分形が大幅に違いますね。確かに。淡々という。女性の方だとここのこの部分しか見えないとかね。あ、本当あの基礎体温低い人とかは出てこない。全然違うんだよ、そう違いますね。いや、まあ、これはもう目安です。私のね、動画はあのオープニングは全部自分の中の血液を映してるんですよ。あ、そうなんですか。そこからスタート、あの赤血球、白血球で、とてもスマッチとも含めて、はい、すごくこういい流れになって、で、この間あの4日ぐらい前にあの墨田区のクリニックでそこに顕微鏡あったんですよ、はい、でそこでがん患者の見たらひどいっすね。そうですよね。そんな血液の流れだって。あ、今度動画で見ますか。あ、見ます見ます、チャンネル登録したんで。先ほどタバコ吸って酒飲んで、別にタバコも酒飲むは否定はしないんですけど、なぜこれを使う気になったんですか。もともとですね、私、あのヘルニア持ちなんですよ。あ、そうそうそう。で、やっぱり定期的にっていうか季節の変わり目とか、はいはい、なんか疲れてる時とか、どうしても腰がダメになって、もう右足がやっぱりしびれたりするんですね、で、一時あの整形外科に行って、レントゲン取ったら、まあ、ヘルニアだと。ただ手術するところまではいかないんで、リハビリしながらやっぱ治していくしかないねっていうので、まあ電気かけたりとかですね、引っ張られたりとかしてやってたんですけど、ちょうどその時に症状出てる時に私ここに来たんですよ。でじゃあちょっと使ってみてっていう話で、1週間ぐらい使ったらしびれ取れたんですよ。医者行ってもダメだったんですね。はい、医者はもう治す術はないんですよ。ないですよね。結局は、うん、薬も要は痛みが出たら薬飲んでって、そういう薬ですからね、治す薬でもないし、治す方法っていうよりは、体を元に戻そうって言いますか、動きを良くしようっていう、そういうリハビリしかしないので、まあ、そんだったらこれやってみようってやって、右足しびれたのが1週間ぐらい取れて、3週間で痛みも何にもなくなって、そっからもうないです。それは5年前ですけど。あ、5年前、はい、でそれまでずっとやっぱり定期的に冬場になるとダメになったりとか、なるほど、そういうのがあって、あ、これは、まあ、これで良くなったのか自然に治ったのかっていうところでどっちなんだろうなって最初はあったんですけど、ただいろんな人のその症状を聞いたりとか、使ってみての感想を聞いたりとか、やっていくとやっぱり全然違うんですね。なるほど、断層式ですこれ、1,2,3,4 すごいな。6台内蔵されてます。で、実際これはその6台入ってるんですけど、完全に治療用でクリニックとか病院とかで使われてるのはこういう診療台があるんですけど。あ、なるほどね、はい、これで言うとすごいですよ、数は。あ、もっとすごい、はい、うわぎっちり入ってますよ。これで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 個、はい、いいっすね。下から当てて、手を当てれば頭に当てたり、すごいですね、はい、首元とか、あとは、まあ、お腹とかですね、足とかにも当てられるようになって、体験するのでこっちの方がいいと思います。そうですね、これぜひやらさせていただきたいと思います、はい、感じると思いますよ、はい、失礼します。ヒロさん、カメラ位置大丈夫ですか。バッチリですね。バッチリです。はい、はい、ありがとうございます。あ、で時計をね、あ、時計、あとカード類とかもし身につけてた、あ、携帯では時期がね、はい、壊れちゃうからね。30分、はい。
首っておっしゃってましたね。そうですね、今自覚症状あるぐらいですね。目から多分来てるのかな。悪いところがうずきますか。うずく、はい、そういう人いますか。はい、血中が悪いところがやっぱり悪いところなんで、それが流れ始めるので、正座しててこう痺れる、解放した時に痺れちゃうとか、はい、あれって急激に血液が流れ始めるから起きる現象なんですけど、はい、それと同じことを、悪いところから起きますね。これ今このぐらい時期が飛んでるような感じです。すごいですね。ガウスメーターですか。はい、あ、ちょっと見ていいですかそれ。あの測りはできないんですけど、発生してるかどうか。発生だけですね。はい、これ双肩性なんですか。作ったんですよ。すごいな。通電チェッカーですね。そ, そうです、はい、通じチェッカー、どこまで飛んだっていう、ね、うん、こうまとわれてるなっていう感覚はあるかもしれないですね。包まれてる感じありますね、はい、で調子悪いところはそこにこううずくって。あ、ゾワゾワする感覚。これはね、見事に当たってて、私その10日ぐらい前かな、その銀座で治療受けた時に、それも波動マシンですけど、その時にね、顎関節のズレがあったんですよ、はい、で顎関節のズレっていうのはこうジグザグに行って、ここが今来てるはずだけど、ね、こっちがズレですよ、はい、見事に今ここが痛いですよ。なるほど。僕もあの遠慮してるんです。右足首捻挫したんですね。でも右足首すごく全然違うんですけど、あの部位と違和感を、血液を見つけて、ここおかしいぞと、でなんとかしに行かなきゃって言って頑張って向かってるんです。なるほど、なるほど、はい、悪いものを運び出すのかやっつけに行くのか、それも全部血液が自律神経のもとに勝手にやってることなんで。すごい。私よくあのそう、ね、サロンとかで公園行った時、右手上げられますか、上げられるじゃないですか、で左向けますかって向けられるじゃないですか、じゃあ内臓ちょっと動かせますかって言っても動かないじゃないですか。自分の意思でどうにもできないところっていうのは自律神経が全部やってくれてるので、でそれを実動舞台で動いてるのは血液なんで、だからちゃんとそこを良くしないと健康って保たれないっていう話をしますね。だからさっきのね、おばさんの話、副交感神経の時じゃないとって話あったんですけど、はい、まさにあの、いや寝る時のモードって副交感神経ですよ。そう、治す治療っていうのは全て副交感神経優位です。そうです。だから昔からね、あの病気したりとか怪我したりした時って、あんたもう病気なんだから寝てなさいとか、うん、まあ、理由は分かんないけど素直に聞いて寝てたりとか、はい、で寝れば治るとかね。そうなんですよ。寝れば回復するとか、あの遠藤さんとか僕とかと同い年だから、あの昔三日橋かとかあったじゃないですか、はい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 、あれは死後にしたのは今の医療理解ですよ、はい、本当は3日寝てりゃ治るものをすぐに薬を打たなきゃ医療関係者儲からないから、はい、これが本音ですよね。そうですね。だから本当に正しいんですよ、3日寝てりゃ治るんですよ。ちゃんと、ね、ある程度熱を少し出して、そうそう、免疫細胞を増やして、そう、あの対抗できる力をつけないと今後にそれがつながっていかないんです。で西洋薬はその麻薬をやってるわけですよ。汗かかないようにして、そこで抑え込むと。そうですよね。すぐ解熱させたりとかね。そうですね。だから西洋医学は怖いですね。うん。なるほど。いや、よかった。広瀬さんも眠くなることは同じでしたが。眠くなりました。結構早い段階で。そうですね。大体5分過ぎぐらいから体が暖かくなってきて、うん、10分ぐらい経つと眠くなってきたなって感じで、20分ぐらい経つともう寝てる。なるほど。同じ薬指ですかこれ。そうです。でも綺麗に回ってるんじゃないですか、うん、流れ早くなった気がする。そうです。大体、磁気を当ててスイッチ入れて5分過ぎから血流スピードって倍以上になるっていう。へー。30分で、血管柔軟性が 20%。
本当に早いですね。明らかに早いです、うんうん、例えばこれザ・マグネティックセラピーサロン、マグネティックセラピーサロン、イエス・リーです。ロードカラー、このようにですね、今の街の椅子が今空いてますけど、これが一般なのかな、ちょっと今他のお客さんを襲うわけにいかないのでですが、今4人の椅子が全部一般になってますね。こっちが音声失敗しました、カジノと併設されていると、実はこちらの場所はですね、チャイナタウンという駅の目の前のビルの地下1階ということで、老人というかね、中高年に大人気な、プレイスポットですね。若者が全然いないんですけれども、このカジノの真横に併設されているということをここで申し述べておきます。 He is manager. Yes. Okay. Okay. Thank you. Share. Sorry. ひっきりなしにお客さんが来てますね。ということで、今5つの席が満席になりました。大体ですね、顔は出さないんですけど、やっぱ60以上の人が飲むんですね。で、cannot warm the room, ね。おー、おー、おー、マグネティックパワー。いや、マグネティックパワーね。Very, very moving. Very moving, isn't it? They have the pushing? Yeah.熱の流れを良くして、でこのように体が温かくなってくるんですね。Beginning ね、there is no warmness after sitting here ね。この形で熱が出てくる。My private doctor. 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 Yes, yes. Very nice. Very good. Very nice. Number one. バランス最高今日。これね、あの朝やった時より明らかにいい。あ、本当ですか。うん。これはもう間違いないから。He checked in the morning. Yeah. It's totally different. 素晴らしい。素晴らしい。Yeah. After using. Yeah. 普通は朝の方がいいんですよ。普通は朝の方がいいんだけど。In the morning, the better. Oh. Of course, of course. Yeah, of course. スプレーも。効果分かりました。Very good.将来のドクターは薬を使わずに患者さんの骨格、栄養、そして病気の原因や予防に目を向けて治療するだろう。トーマス・エジソン。